言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、まあね、水曜木曜とかになってきますとね、ビルボードジャパンの方のですね、最新チャートが出てくるわけですよ。で、まあサムネイルにしてあるかもしれませんが、まあ私たちも気合の入れ直しと言いますかね、覚悟を決めましょうみたいなことですかね。これに関してはまあ言ってみれば BMSG のリリースラッシュ的な感じで、8月もね、1個前の動画でもちょっと語りましたが、まあまずスカイハイと BE:FIRST のサラセニア・サルビアのやつがあります。で、8月14日にはライトニング・マーゼルの楽曲が先行リリースされます。で、9月に入って13日になりましたら BE:FIRST の4枚目のシングルが出ますということで、まあマーゼルのライトニングがどの辺までいけるかっていうところが、来週で反映まだされないか、これの現状は一番新しいやつが7月31日から8月6日なので、だからあれですね、8月の7日から13日のやつが来週になるから8月14日以降のやつになりますね。なるほど。だからライトニングに関しては8月14日の日に当ててきたっていうところなので、来週ではなく再来週以降のチャートにがっつりと反映させるような形にしていくんだろうなということでしょう。うん、なるほど。だからそういう流れなんでしょうね。で、実際それが反映されてくるのはさらにその先の週ということで、結構言うてまだ時間ありますね。だからそこまでにどうなるかですよね。で、その流れでまあ覚悟を決めましょう的な話のところが、まあ言うてあと2、3週ぐらいだと勢いは衰えることはないだろうと。はい、ですね、YOASOBIのアイドルですね。先週に関する話も先週のビルボードの時も語りましたが、まあこれが本当に何でしょうね、ゴジラみたいな感じというか、本当にモンスター級楽曲っていうか、それこそ J-POP の記録に残るヒットになってますね。ですね、先週の段階で実はね、 CD の指標がガッと上がったという話をしたじゃないですか、したんですよ。先々週が CD 指標は84人落ちてたんですね。で、ダウンロードが2位で、ストリーミングとカラオケの YouTube はずっと1位。でも、ストリーミング、YouTube、カラオケが強いってことが、やっぱロングヒットにつながってるなと。でも、ダウンロードは2位になっていて、で、CD に関しては84位まで下がっていたんで、先々週の段階で。うん。だから、まあ、言うてね、まあ、最盛期よりはどんどん下がってはくるだろうと思ってはいるわけです。まあ、間違いなくそうなんだろうけど、その動きがね、やはり、読めないというか、改めてすごいなと思う。キャンペーンとかなんかしらやってたのかもしれないけど、先週の段階では、先々週84位だった CD 指標が12位まで上がってたんですね。そう、まあそれがあったんですよ。で、まあダウンロード2位で、ストリーミング、YouTube、カラオケが1位っていう形で、で、世界中で、ビルボード1位を取ってる、ジョングク、フィート、ラトーのセブンが3位になるっていう特殊なチャートでございます。はい。まあ、ちょっとアメリカも最新のこれから見なきゃだから、今のジョングクのセブンがどうなってるかわかんないけど、ジョングクは BTS のメンバーですね。はい。そういう方、ラトーはアメリカのラッパーで、このラトーさんも2億回再生とかガンガン出す超ヒットメーカーです。はい、フィーチャリングっていう形です。はい。で、まあそれもあるんですが、で、まあ最新が出てるわけですわ。7月31日から8月6日付のやつ。はい、こちらですね。CD 指標は91枚下がってるか。だから結局なんかキャンペーン的なものがあったのかもしれないけど、まあ CD がね、重視される時代でもないので、まあここはそこまででもあったんだと思う。ただ恐ろしいなと思ったのが、先ほどダウンロードは2位って言ったじゃないですか。ここに来てダウンロード1位に返り咲きました。おめでとうございます。というべきかな。うん。だダウンロード、ストリーミング、YouTube、カラオケ指標が1位。ラジオ指標は17位だけども、まあ最新曲ではないからっていうことで、いやーすごいですね、本当に。ちなみに、ダウンロード指標の2位はサザンオールスターズ歌い日本の空ですね。これも聞きましたよ。
あのボンギリ恋歌も聞きましたけど、いまだにボンギリ恋歌なのかボンギリ殿下なのか分かってないけど、でこれも聞きましたが、サザン強いなってのもこれもビビってるんだけど、まあいいですからね、夏だしね、サザン、うん、っていうのはありますけど、まあ夜遊びアイドルが1位、ダウンロードも1位ですね、うん、いやー恐ろしいですよ。だからまあマーゼルライトニングに関しては確実にこの夜遊びアイドルにどう食い込んでいけるかになってくると思う。で正直ダウンロードで1位はいけるんじゃないかなと思っていたんだけど、ここに来て夜遊びアイドルが1回2位に落ちたダウンロードが1位に返り咲くって、もうどういうからくりだろうなっていう、まあ、からくりないんでしょうね。からくりとかで考えているのが結局あのファンダムで動いてる人間の限界なんでしょうね。あのアニメとかの効果で楽曲の良さも相まって世界中でバズり倒しているというところの、そこのところに戦略なんてものは通用しないんだろうなということかもしれません。それでもやっていくしかないですけど、うん、そうですね。だからダウンロード、ちなみにダウンロード指標、多分そのマーゼルのライトニングがあの、1位取るとしたらダウンロード指標がいける可能性が高いとは思っているので、現状で夜遊びアイドルが1位で、サザンオールスターズ歌い日本の空が2位で、北に立つや青の住処が3位、米津玄師地球儀が4位になってますね。うん、ダウンロード指標でいくと、あのジョングクのセブンは、今14位まで下がっているの でニュージーンズとかも含め K-POP 勢が今のところ新しいリリースとか強力なのが特にハイブ系列がなければダウンロード再来週ぐらいに1位を取るためにマーゼレが動けるかどうかっていうことで、夜遊びのアイドル このダウンロード指標、これが1位から来週どうなるかですね。あの正直ダウンロードに関しては2位を取っていたのがあったから、しばらくね 2,3 週ぐらいで、ちょっとライトニングの発表の時期があった時にすぐに調べたんですよ。でその流れで、まあ、調べたと言いつつね、14日からあの測るっていう形ですっかり来週だと思ったけど再来週だっていうところで、そもそも自分の算数の弱さが分かったけどね、数学じゃないこれ算数ですね、うん、数字が弱いってこと分かりましたけど、数字弱いくせによくビルボード指標見てるなんて自分っても思うけどね、うん、まあ慣れですからね、うん、でそれもありつつなんですけど、そうだからダウンロードが2位までいったから、うん、だからライトニングに関しても1位ダウンロードはいけるであろうと思ったんですが、正直どうなるか分からなくなりました。来週再来週の夜遊びアイドルの流れによりますね。で結果的にまあでもあれか、あのスカイハイと BE:FIRST のサラセニア・サルビアが、あれが出るから、でもアニメのやつがどういう指標で出るかにもよるか。ただ8月の後半に本編が出るからそれに合わせてっていうことで、でライトニングは14日に出るから2週分あるいは3週分ぐらいはチャートの上位にいる感じにして、である程度 2,3 週したらダンス&ボーカルグループの曲っていうのはだいたい 2,3 週で落ち着いてくるパターンが多いので、だからそこであの BE:FIRST と SKY-HI がさっと出ていって、そこでさらに BMSG 強いっていうところを示しておくと、でさらにそれがあった後で9月13日の BE:FIRST フォースシングルがあるから、そこも2週ぐらいはサラセニア・サルビアでがっつりやっていって4枚目のシングルにつなげるっていう形で、本来の理想的なパターンとしてはそこでもう1ヶ月以上にわたって BMSG アーティストが1位を取り続けているっていうパターン、 BMSG さすがやるぜっていうところで、その中でロックフェスにもガンガン出てるから、あれが今1位を取ってる BE:FIRST マーゼルではないか SKY-HI ではないかっていう感じになるのが理想なんだと思う。でも YOASOBI のアイドルが強すぎる、正直。だからあのね、まあ北に達也さんの青のソミカも呪術廻戦のオープニングテーマで、呪術も私好きだからこの曲も Spotify のプレイリスト入れてるしやってますけど、うん、まあいろいろいらっしゃいますが、それでも総合で見ても
そうですね、他にいたランページフロムイグダイトライブ、サマーライオット、ランページさんが2位にいて、ランページさんもすごいな。うん。で、北谷達也さんが4位、5位、6位、7位、あ、7位と8位は、バウンディとミセスグリーンアップルで、これはもうずっと超ロングヒットですね。ミセスグリーンアップルもすごいなと思うけど。はい。ということで、5位はまあ、これは今週だけだと思いますので、とりあえず大丈夫。で、そうだね。だから、やっぱりいろいろ見てみても、その先ほど言った感じのやつが、うん、YOASOBI アイドルが、ここまでのロングヒットになってなければ、その、うん、その図が描けたはずだが、うん、強いな。本当に強い。うん。でも、やっていくしかないですからね。まあでも、ある意味、YOASOBI アイドルが、あのね、ずっとてっぺんにいるから、逆にですけど、本来のね、BMSG もそうだし、あるいは BMSG 推しの私たちもそうだし、なんかほら、トップにいるっていう形っていうのが結構ずっと、特に BE:FIRST は続いているし、まあ、今でもね、スポットスポットで1位は取ってるんだけど、結局そう爆発的なパンっていう感じのは、スマイルアゲインの時にはできなかった。まあ、ブンブンバックが TikTok でバズったりとか、もろもろいろんな形にはなっているし、バイグッバイもね、ボーイズグループとしては異例の、まあダイスさんとか上を行く人たちはいたとしても、やっぱ異例の大ヒットにはなってるわけ、ロングヒットにもなるし。っていうことではあるけど、うん、まあなかなか大変ですね。でもその先ほど言ったあれだけど、うん、上を見るっていう形、目指すっていう形の方が本来のハングリー精神っていうものが燃え上がっていくんじゃないかっていうところでもあるし、うん、だから逆に私たちも燃えるんじゃないかなと思ってますよね。そんな感じです。はい、まあ今まで話してきましたが、基本的にそのチャート1位とかね、そっちの方にこう重視している人たち向けの話ではありまして、ただ私もそっちなんでね、うん、っていうことで、まあ私もそっちなんでねって今ね、昔からそうであったような感じで言ってますが、ぶっちゃけスマイルアゲインの頃からぐらいですから。でもこの自分がちょっとその炎を燃やせ状態になったのも、言ってみれば YOASOBI のアイドルが強いからっていうか、逆に言うと YOASOBI のアイドルのおかげみたいな部分もありますからね、うん、っていうことですよ。そう、まあ、ゴジラって言いましたが、まあ、可愛い楽曲だし、そのゴジラのイメージとは合わないけど、あ、まあ、ゴジラも可愛いっていう見方もありますけどね。うん。何の話をしてる。だから、可愛い楽曲だけど、やっぱりモンスター楽曲ではあるので、そう、ゴジラが来たら、やっぱりみんな団結していくしかないから、うん。そういうことなんで、うん。強くなってると思うよ、私たちはね。っていうことで、まあ、必死に食らいついていければいいと思ってます。楽しんでいきましょうね。ということで。はい。まあ、もろもろ語りましたが、まあ、本来その8月の14日にライトニングが出て、で、アニメバージョンのやつとかもありつつで、ちょっとずつ顔出しをしながら、8月の、30日でしたっけ ?31、30か31日か、サラセニア、サルビアが出て、で、2週ぐらいマーゼルがいて、8月30日あたりにスカイハイ、BE:FIRSTがいて、そこから2週ほど経って、BE:FIRSTのフォースシングルが出るから、2週ずつぐらいで、チャートの上位の方、できれば1位の方を塗り替えていくっていうパターンが、できれば、御の字。そこに YOASOBI のアイドルがどのぐらいになるかっていうところで、ただダウンロードに関しては、もともと2位をずっと取っていたから、これはだから、ライトニングでまずダウンロードで1位のところに行ければ、で、ウィークリーで取れれば、それで一気に拍車がかかるという、そういうことも思っていたけど、現状この YOASOBI のアイドルが1位に、ダウンロード1位に返り咲いたところが本当に度肝抜かれました。CD 指標が84位から12位に、12位に上がったことは、そこまでじゃなかったんですけど、ダウンロードが2位から1位っていうのは、やばいですよ。もう17週目なのに、チャートイン数が。ダウンロードって本来だって、1週目、2週目とかで1位取るけど、その後って大体下がっていくもんですからね。だってそれが、証拠として、さっきも言いましたが、ジョングクさんの、セブンも、ダウンロード指標は14位になってるわけですよ。でも、ジョングクさんの楽曲に関しても、例えば、ストリーミング2位だし、YouTube3 位だし、ロングヒットではあるんですよ、かなりの、もちろん。
でもやっぱダウンロードは先に下がりがちになるわけ。うん、まあ今4週目だけどね、まあジョングク7、4週目にチャートイン数4週目でダウンロードは14位でも妥当な線だと思います。というかむしろいい方だと思います。かなりね、さすが BTS ジョングクだと思ってます。なのに17週目に来て1回2位に落ちたダウンロードが1位に来るっていうのは普通じゃないっすね。まあもうすでに普通ではないんだけど、でカラオケ指標ももう100週近く1位を取ってたバウンディの怪獣の鼻歌を抜かして1位になって、そっからもう不動の1位ですし、 YouTube も相変わらずだし、すごいですね。だからまあ確実にもうあの BE:FIRST のフォースシングルのところまで YOASOBI アイドルは食い込んでくると考える方がいいのだろうなと思ってもおります。っていうことでね、まあ現状を認識するっていうのは大事だと思っているのでね、まあそういう形で情報の共有させていただきました。まあ考察っていう部分でもあるけど、うん、まあおそらくはそうなんだろうなと思っております。ほぼ間違いがないのではないかという形です。はい、まあでもね、最後にも言いますが、やはり楽しんでいくべきですし、相手が強ければ私たちも強くなれるし団結もできると思っています。はい、だから総合的に将来的には良いことだと思ってますんでね、そこのところは言っておきますね。はい、はい、では私はいろんな動画を撮ってますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をお勧めいたします。では失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。